バックカントリー穂高です。今日はですね、この靴、登山靴ですね、登山靴の構造について、お話をしたいと思います。この登山靴はローバーの登山靴で、これはチベットと呼ばれるなんですが、この登山靴をここに半分に切った、ものがあるので、これで登山靴のですね、構造についてお話をしたいと思います。で、登山靴の構造なんですが、まずこのアッパーですね、外側の、レザーの部分っていうのが、一応ですね、ここまでですね、この芯、これがシャンクと呼ばれるものなんですが、このシャンクのここまで、この位置までこう巻き込んで付けられていると。かかとの部分もここまで巻き込んで付けられていると。それで、この、外側のアッパーと、これが内張りがゴアテックスのフィルムになるんですが、ゴアテックスのフィルムはこの内張りの内側のこの白い部分ですね。これがゴアテックスのフィルムになっていて、このフィルムはですね、この足を、この靴の内部をですね、完全に覆う形で取り付けられていて、この靴の中に外側から水がこういう縫い目とかつなぎ目を通って水が入っても、このフィルムでガードするので、これ以上中には入らないぞという構造にはなっています。そして、このゴアテックスのフィルムなんですけども、このゴアテックスのフィルム、このローバーの場合はここまでですね、フィルムが貼られていて、この、そこですね、このシャンクの裏側は特に防水性必要ないこのプラスチックが貼ってあって、その部分は、水を通さないので、この、どれぐらいかな、4センチぐらいこの中に、折り込んだ形で、このシャンクの下には防水のフィルムは貼っていないと。ただし、このプラスチックを突き抜けてこう水が入ってくるということはないので、しっかりここが止まっている状態であれば、水は入ってこないという状態になります。基本的にはこの靴の内部に浸透した水が中に入ってこないという構造ではあるんですけども、逆にですね、この登山靴の内張りにゴアテックスを使うのは、どちらかというと、蒸れ防止。水も入ってこないんですけど、この汗をかいたりとかしても、効率よくですね、外側に、要はこの靴の内部になるんですが、湿気が外に出て、この靴の内部を通って、足首のあたりから放出されると。で、湿気がこう外に出て、快適にですね、蒸れにくい状態で履くことができるというのがメリットになります。それで、ゴアテックスのフィルムなんですが、こんな感じで布を覆っていて、それをですね、この底をつけるときに、このボンドでこう貼り付けられている状態なので、やはりですね、こう使っていくうちに、だんだんとそのボンドっていう部分が剥がれてきたりとか、あとはこのここに、このソールのここにですね、ウレタンを使ってるんですけども、ウレタンはですね、水を吸うので、一応ですね、この外側からこのウレタン水が吸わないように、塗装というか、一応水が、こう、水分がこのウレタンが吸わないように、保護してあるんですが、これは使っていくうちに岩とかで擦れたりとかして、このようにですね、その保護がですね、こう、剥がれたりとかした状態になっていると、ここから水を吸い込むようになるんだなってきます。それが、こう、下水分解ということを引き起こすんですけど、湿気を吸った靴底はですね、どうしても歩くとこう、潰れるので、絞られて、この中に、こう、ぷにょっと水が入ってくるという、症状も、考えられると。それから、この貼ってあるですね、この辺のこの、分がどうしてもこう力がかかるところなので、で常にこう動いている状態になるので、どうしてもだんだん年数が経っていくと、剥がれてきたりとかですね、ボンドが劣化して剥がれてきたりということが起こって、この皮に染み込んだ水がですね、皮はそんなに水は通さないんですけど、直接は通さないけども、皮は水を含むので、含んだ水が今度歩いているときにこう絞られる状態になると、この皮に含んだ水がこの辺のこの隙間を通り抜けて、水が入ってくるということも考えられます。あとはですね、この雨水とかがこの中にこう入ると、当然雨水は冷たいので、で、中、足はですね、37度ぐらいの体温があって、どうしてもこの温度差が生まれるのと、この中は、体内からですね、汗としてこう放出される水蒸気がたくさん出ているので、それがこの表面に結露をしたりとかして、冷やされるということで結露になるので、結露して、足が濡れてしまうという現象もあります。
まあ、この外から入ってきて、コアテックスのフィルムを通り抜けて、水が入ってくるっていう場合も、まあ、穴が開いていたりとか、破損していたりとかするとあるんですが、それ以外でも濡れるということがあるということです。それと、あとは、毛細管現象とか、表面張力とかっていうのが起こって、まあ、外側がこうビサッと濡れていて、中もですね、汗とかで湿気っていると、こう水がですね、こう繋がっていくと。この外側と内側が、湿気がこう繋がると、水はですね、こう、移動する。まあ、引っ張られる方にこう移動していく、性質があって、それが靴下が例えば吸って、この中の靴下がですね、水をどんどん吸っていくと、外側からこう引っ張られてくるので、それで中に水が侵入して、靴下を抜けて、この底が濡れている状態になっていたりとか。まあ、汗でもそういうことが起こるんですけど、特に汗も足の裏っていうのは、このプレートがあって、コアテックスのフィルムっていうのが、張っていなくて、まあ、このプレートで蒸れるというか、汗は抜けていかないので、この靴底ですね、インソールとかが、濡れていたりとかっていう場合は、汗っていう場合が多いです。で、外から入ってきた水が直接ダイレクトにどっか穴が開いているとかの理由で入ってきた場合は、冷たい、こう、外のから入ってくる水は、まあ、0度から10度ぐらいの温度で、体温が37度なので、入ってきて、た瞬間にですね、ヒヤーンとこう冷たく感じることがあって、それがだんだんとですね、靴下が吸うもんで、どんどんこう入ってきて、だんだんこうぐちゃぐちゃっていうような感じのびしょびしょになってしまうような場合は、この外からの水漏れというかですね、漏水っていうのが考えられるということなんですが、なんとなくこう湿ってるとか、ぐちゃぐちゃっていかなくても、なんとなく湿ってる。脱いだらなんか濡れてったとかっていうぐらいのレベルの場合は、ほとんどの場合は結露しているか、毛細管現象で入っているか、まあ、毛細管現象で入れば結構な量入ってくるので、結構ぐちゃぐちゃになるんですが、それは雨が降っている時ですね。で、あとは汗。天気がいい日とかは汗だったりとか、石鹸の上を歩くとですね、この外側は冷えるんで、どうしてもこの、そこがですね、まあ、汗と、体温っていうのと、この靴底が、雪とかで、氷とかで冷やされるので、そこでこの内側が結露し始めるということで、ちょっとこう湿ったように感じる。まあ、石鹸の上を歩くとちょっとこう、そこがヒヤーンと湿ったような感じに感じるのは、その結露ですね。この底が冷やされることによって起こる結露で、冷やされる、濡れるっていうことがありますので、まあその辺が原因で濡れるということが起こると。で、もしも、そうじゃないぞと、どうしてもこう中にこう侵入してきてるんじゃないかと。いうのを、もし心配でしたら、バケツなど、まあ、桶でもいいんですけど、桶をですね、桶に水を張って、このぐらいの水位ですね、足首から水が入らないぐらいの水位で、ジャボーンとつけて、なんかおもしかなんかで浮いてこないようにして、それで一晩とか、まあ、何時間ですね、数時間、そのままの状態で置いていると、水が入っている靴の場合は、漏水している靴の場合は、この中に、同じ水位まで水が、侵入する状態になります。まあ、当然圧力かかるので、この中に空気が入っていて、外側に水があって、水かさがあると圧力がかかるので、圧力がかかってこう入ってくると。同じ水位までは圧力がかかって入ってくる状態になります。それが、まあ、水につけてるとちょっとこう、ヒヤーンとして、この内割りがちょっと湿ったような感じになるんですが、それはあくまで結露ということになります。それも、足を入れていないでの結露なので、これ足を入れるとまた汗とか漏れるとかいろんなものが、で、体温っていうのがあるんで、余計に結露しやすくなるので、足を入れて、水の中にジャポンとずっと使っているのと、この何も、中が空洞の状態で使っているのとでは、結露の量は変わります。当然足が入っている方が湿気も出てくるし、汗も出てくるし、しかも動いている状態になるんで、歩いている、山を歩いていると、動いている状態になるんで、余計にこう汗とかも発散されるので、たくさん濡れるというような現象が起こるということです。一応、まあ、靴の構造としてはこんな風になっていると。ゴアテックスのフィルムが張った。で、これはですね、この部分からの、例えばこう、水を吸って、ウレタンの部分が水を吸って、こう、どっか隙間から入ってくるとか、そういう部分に関しては、このソールの交換、ソールを張り替えることによって、解消される場合があります。で、その場合もですね、ちょっとお店の人に、速交換に出すときにですね、ちょっと水が入ってくるので、少し防水処理を確認してくださいみたいな感じで、一言伝えていただければ、職人さんに伝えることができるので、そうすると少しこの靴底を剥がした時に見える範囲で、
もしとか気になるところがあったらそこを補修してもらったりとかですね、っていうこともやってもらえることがあるので、もし水漏れが、もし気になるようでしたら、まあ、ソール交換出されることで解消される場合があると。それとですね、まあ、この中の、内張りのこのグアデックスが破れていたりとかですね、破損していたらもう、あの修理はほぼ不可能になってしまうんですが、特にこのかかとの部分とか、こう、擦れるところがあるんで、靴擦れをするような癖がある方は、こういうところが傷んでて薄くなって、擦り切れて、そこから水が入ってくるということもあるので、まあそういう場合はもう寿命ということになるかと思います。まあ修理できる、見える範囲だったら修理ができると。この手が届く範囲とかだったら多少こう、補修のテープ、シールとかを貼ってですね、補修はできるんですけど、まあ完全にはその防水性っていうのはまた復活はできないので、まあその辺はですね、もしそういうことがあって水漏れがする、どうしてもしてしまうということがあれば、とりあえずもうこの靴は、あの、雨とかですね、重装するとか、鉱山に行くとかっていうのには使わないで、まあ、低山、ちょっとこう、もし水漏れがするような靴でしたら、まだ使える状態なら、まあ、革靴とか結構長く使えるので、内張りがちょっとこう、多少傷んだとしても、あの、晴れてる日の日帰りとか散策するとか、そういうのに使っていただければ、まだまだ使えるとは思うので、そしたら、その、また新しいのを購入されて、鉱山帯に行くとか、重装するとか、そういう時は、あの、新しいのが入っていくと。まあ、使い分けていっていただければ。で、履き潰していくような感じで、いっていただければいいんですけど、そんな感じで、一応こんな感じの構造になっていると。水が入ってくるポイントっていうのは、この、縫い目とかですね、このつなぎ目ですね。どうしてもこうつなぎ目、革のつなぎ目とかもそうですし、どこかこういうソールをつけている部分の、まあ、この革があるんで、革は水を含むんで、皮が水を含んでこう中に流れてきて、どこかこう隙間が空いてたりとかすれば、どん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 こう毛細管現象とかが起こって、中に水が吸い込まれていくと、で靴下が吸って濡れてしまうというケースもあります。でまたこの底の部分、このウレタンの部分が水を吸ってブジュッブジュッとこう歩いている間にこう圧力で上に押し上げられて、その時にこの内部に圧力で水が入ってくるということも考えられますので、まあ、漏水、水が入るということは、まあ、ちょっと不快感もあるんですが、まあ、汗とかですね、結露とかっていうのもかなり、ポイントとしては多いので、あんまりにもこう、ぐちゃぐちゃっていうような感じになるようだと、水漏れというか漏水を、まあ、調べてみてですね、本当に水が入っているかどうかを調べて、もし修理ができれば修理をするとか、そこを張り替えるとか、まあ、そういう対策をしていただければいいんですけど、結露とか汗とかに関してはもう防ぎようがないので、まあ、その辺は多少濡れるもんだと。特にこの毛細管現象、外からこう水が、入ってくる、で靴下が吸い込むというような現象が起こるので、それはもう防ぎようがないと。自然現象なので防ぎようがないので、その辺はもうそういうこともあり得るぞということだと分かってですね、いろいろこう対策をしていただければなと思います。以上、登山靴の構造はこんな感じになっています。ここに芯が入っていて、これはシャンクと呼ばれるんですけども、で内張りの、これがゴアテックスのフィルム、この内張りの内側ですね。で靴の内部にはこういう空間があって、スポンジとかパッドが入っていて、この空間の中にゴアテックスのフィルムからこう湿気が抜けて、でこの革自体はそんなに空気を通さないので、この中を通って、こういう足首のメッシュだったりとか、外側のベンチレーター、こういうところですね、こういうベンチレーターから一応空気が抜けていくというような構造になっています。